風呂の天井にバーってお湯を飛ばして落ちてくるお湯の冷たさを感じてた。あ、それはあるね。ある。これ見た瞬間にやってる人を想像したら誰かわかんないけど、なんか面白すぎて、あってやってます。あっていうか俺はもっと滝みたいにしてた。シャワーがっつりこうやって当ててジャーって落ちてくるのが滝みたいに冷たさを感じてるっていうか、その天井にバーってシャワーを当ててドーンと落ちてくるじゃん。それをこうああみたいなっていうことはやったことある。それは嘘でしょ。でも何回もやるとかではないわ。2回ぐらい。2回なんかさ、俺らってさ、めちゃくちゃ親がさ銭湯とか好きだからさ、よく行ったじゃん、銭湯に。その時にさ、お前も男子風呂入ってた時かなぐらいかな、上から落ちてくる滝みたいな風呂って絶対あるじゃん。 あったじゃん俺ら。でそれをやりたくて俺は、なんか首とかに当たるとさ、あーみたいな、あーってやってたじゃん子供の頃。それやりたくて天井にやってないけど、あまりにも弱いから、まあダメだねその後のそう冷たくなってくるのも嫌だし、あ、やったことある俺も。でも確かに人には言わないわ。言われなきゃ思い出さない、やったこと。いいね、そのコメントは。ね、これいいよね。めちゃくちゃいいなと思って、面白かった。